昨シーズンは、コロナの影響がすごくあったシーズンで、まあ、選手とスタッフ含めてチーム関係者がほぼみんな、陽性判定が出たシーズンだったと思いますし、で、まあ、その中でも、まあ、試合ギリギリになって体調不良者が出て、本当に試合の当日だとか前日まで、まあ、その週末のゲームがあるか分かんない中で、ブースターの皆さんには試合があるのかな、みんな元気なのかなっていう不安感をすごい抱かせてしまったシーズンだったかなと思います。みんなで集まらずになるべく試合をしたいから、こう時間を分けて一人一人でシューティングをしたりで、スタッフはリバウンド来てくれるけど全体練習はできないとか、まあ、そういう本当にスケジューリングっていうのがもう次の日どうなのか分からないっていう不安の中で、でもやっぱり試合はプロとして準備していかないといけない、やっぱりそのメンタルをこう保っていくっていうのがすごい難しかったです。Last season with COVID, the players obviously did what we could to be on the floor and keep training and keep playing, but it wouldn't have been possible without the staff in the background who worked tirelessly in the office making sure that the games are set up. We kept our families safe who support us and allow us to be able to play basketball and do what we do for a living. And, you know, I'm sure my teammates would agree, you know, we couldn't do what we do if it wasn't for the support that we have at home, so...去年5年目で初めて地区優勝を果たしてプレーオフ出るっていうのを経験して、まあ、今までこう簡単ではなかったことを成し遂げられたのは、そのコロナ禍の中でもブーサーさんが毎試合駆けつけてくれたことが力になりましたし、声を出して応援することができない環境の中で手拍子だったりクラップオンだったりなどの応援で僕たちはパワーをもらって西地区優勝っていうところまでたどり着けたのかなというふうに思っています。まあ、一勝でも多く、価値をお届けして、まあ、僕たちなりの恩返しができたらなって思っています。コロナの影響で、辛く、苦しいことも多くありますが、僕たちはバスケットボールを通して、香川県の皆さんやファンやブースターの方々に、少しでも、元気や勇気を与えられればと思います。どんな状況になったとしても常に前を向いて皆さんと一緒に乗り越えていきたいです。ノーコロナハラスメント、正しい情報をもとに冷静な行動を。